僕はですね、3月の20日に気がついたんですけども、3月の18日の日から Firefox を使っていると、28.0というバージョンアップをしてくださいという表示が出るようになりました。バージョンアップをしようと思ったんですが、迂闊にすると、何か今まで使っていたものが使えなくなったり、トラブルが起きる可能性があると思い、速攻で一応詳細を表示してみました。すると、やはり対応してないようなことがあるようなことも書いてあるんですが、こんなことわからないですよね、使ってみないとね。ですから僕はまだバージョンアップしてません。怖くてできないですよね。ですから、ちゃんともう少し様子を見てからしようと思います。一応、この動画はその時にキャプチャーしておいたものなので、投稿します。投稿するので、もしよろしかったら参考にしてください。今日は2014年3月の20日です。ソフトウェアの更新が、表示されました。これは Firefox 228で、できるだけ早くこのバージョンに変更してくださいという適用で、それで、ちょっとこの更新についての詳細を表示。これがそうです。このページが詳細表示ページです。Firefox リリースノートでバージョン28、2014年3月18日リリースされました。このバージョンでの、変更点などいろいろと書いてあります。新機能と、ちょっと細かく読んでるでもわからないので読みません。新機能と、それから変更箇所、それから開発者からの、これはコメントかな？いろいろと書いてあって、修正いくつかのセキュリティ問題が修復されます。で、外資の問題点。問題ということは、これはまだ未解決で、解決できない問題が2つありますということですね。エコーの駆除機能がしませんとか、テキスト描画が不具合が生じますとか、Windows 8.1での解釈はこちらですとかいうのがあります。それでですね、これを一応このページを、保存しておくために、ワードプレスのパソコンの勉強の一応記事にこれから掲載していこうと思います。一応この録画は、パソコンの勉強ということで記録にしておかないと、問題が何かあった時にあれなので、とにかく、ライフログとして、話しておきます。今日は、2014年の3月20日でした。終わります。